はい、こんばんは、竹下敦です。YouTube で僕ね、歌いながら、ギターを弾いている動画を、アップしたり、あと、まあ録音したものをね、アップロードしてるんですが、ギターを弾いて、それをバックに歌ってるんですかという質問を受けるんですが、これはですね、マイク1本で歌いながら、弾きながら歌ってます。逆か、歌いながら弾いてます。で、これはなぜそうしてるかというと、実際にね、聞いてくださる方がいらっしゃるときに弾きながら歌わないと成立しないじゃないですか。なんでそういうための練習をするんですね。で、ギター上手い方たくさんいらっしゃいます。で、歌うのが上手い方たくさんいらっしゃいます。でも歌いながら弾くっていうのはね、やっぱり難しいですよね。日本だと斉藤和義さんとかね、山崎まさよしさんとか、とても魅力的な、弾き語りをされる方いらっしゃるんですが、そういう方たちがやはり皆さんやってるのは、じゃあそれぞれ聞くと、両方がすっごくうまいかっていうとそうでもないんですよね。歌があってギターがあって、その魅力がさらに際立つわけです。ここでですね、くだらないと思われますが、多分みんなくだらないなと思うと思うんですけど、僕はね、こんな風に練習してます。練習っていうか、まあ遊んでるようなもんなんですけど、ちょっと聞いてみてください。普通に禁じられた遊びを弾くと、こうなりますよね。弾ける方はかなり、もうほとんどの方弾けると思います。で、これをですね、宴会芸みたいになっちゃうんですけど、こんな風に弾きながら歌います。ちょっとやってみますね。ドドチャラカチャンチャンドチャンチャンチャンドチャラカチャンチャンドダンダン。これが弾き語りの原点じゃないかと、笑っていただければ幸いです。はい。今のはね、ちょっと正確にはできませんでしたけど、これをね、日々やってると、だんだんと途中のどちゃらかチャラチャラとかね、ほにゃらかチャラチャラとかがね、だんだんうまくこうギターとね、歌のリズムが合ってくるようになるわけです。これもね、最初の頃は全然できなかったです。どっちかがおろそかになっちゃって、両方ダメになっちゃうんですよ。歌も歌えないし、ギターも弾けないって。でもね、本当に何でもいいんです。ただ C ね、ドミソ、波長調でいうドミソを弾きながら、じゃーん、ラリホラリホーでも、俺は今日もご飯を食べたとかね。そんなところから始めれば、徐々に、
急には絶対うまくなりません。もう急にうまくなるなんて、そんなね、そんな天才的な人はね、もうなかなかいないんで、そういうことをちょっとずつちょっとずつ積み重ねていくと、いつの間にやらできるようになるもんです。でですね、一番問題なのは本番に強いかどうかです。先日ね、うちの近くにバス停があるんですけど、バス停でギターのね、黒佐垣さんにギターの面倒を見てもらうために、バス停のところの手前の、喫煙所があるんですけどね、そこでコーヒー飲んでましたら、アクセサリーを売ってらっしゃる方に、ギター弾かれるんですかと言われたんで、あ、はい弾きますって言ったら、なんとなくちょっとそこで歌ってギター弾くようなシチュエーションになっちゃったんですよ。で、それなりに聴いてる人が、そこにいるわけですよね。当然緊張するじゃないですか。そこで、幸いにもね、一発で決められたわけですよ、ミスせずに。でね、これはもうね、練習とあとはもう度胸しかないです。もう自分でできるんだって思い込んで、で、多少のミスは聞いてる人はわからないってもう思い込んじゃう。そうじゃないとね、とてもじゃないけどね、できないんです。で、幸いにもなぜかね、音楽に関してはね、僕本番に強いです。はい、ありがとうございます。はい、そこはね、100点満点の演奏ができるわけじゃないんですけど、大体70点ぐらいの、点数の本番に強さです。これもっとすごい人はね、100点満点を毎回重ねるんでしょうけど、僕はそこまですごくないんで、ほぼ70点ぐらいの演奏がなぜか本番になるとできます。練習でできなかったことができたりするんですよね。これはね、ラッキーとしか言いようがないですね。神様が与えてくれたね、ちょっとしたね、プレゼントじゃないかなと思ったりします。今回のお話聞いてね、くだらないなって思う方多いと思うんですけど、他にあります？練習方法。ギターをすっごく一生懸命練習して、歌も一生懸命練習しても、2つのことをそれとそれを合わせることっていうのはね、まずできないと思うんですよ。できる人もいるかもしれないですけど、少なくとも僕の知ってる人はね、歌いながら弾いてます。で、そこで最初はやっぱり皆さんうまくいかないです。で、70点、ギター70点、それを着実にやっていくことが、歌いながら弾くことへの、上達のね、ステップだと思います。はい、いろいろね、お教室あると思うんですね。ギターの教室、歌の教室、それぞれあると思うんですけど、なかなかね、弾き語りの教室っていうのはやってるとこないと思うんです。で、僕はね、幸いにも、弾き語りというのは子供の頃から体験していたんで、まず教えられたのは、口で言えないことはギターでは弾けないと。要するに、あいうえをドレミファソラシドドレミファソラシドって言えないと
ギターでドレミファソラシドって弾けないんですよね。これ不思議なもんですよ。なので、ギター例えばあのこういうアルペジオのね、っていうのを口で言えない速度では弾けないわけです。なのでまず最初はゆっくりね、ダララ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 。これをあのどん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 速くしていくんですけど、最終的には速く弾こうと思うと。ところまで早くは弾けるんですが、これは心の中で、ブルル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 って言ってるんですね。で、今の演奏は正直言って雑です。とてもじゃないですけど、早く弾くことに特化したんで、演奏としてはね50点にもいかないですね。ただ速さでいけばね、相当速いと思います。これ以上早く弾ける人いるんだったら弾いてみてっていうぐらいには早いです。でも演奏としてはダメです。なので、妥協点を見つけるわけですね。正確に弾けて、なおかつ人の心に響いて、いい演奏、そうするとやはりダララ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 っていう、やはりごめんなさい、ミスっちゃった本番に強くないかな、じゃあ本番いきますね。スピードの変化があると、演奏として、いいんじゃないかと思います。今ので70点ぐらいかなこういうアルペジオっていうのは、必ず歌の中でね、出てくることなんで、すごくゆっくりでいいと思います。こういう一人くっちゃった、激しく弾くと必ずチューニングって狂うんで、パッパッと合わせられるように、こういうねチューナーもすごくいいんですけど、結局は自分の耳なんでっていう風に、ちゃっちゃっと合わせられるように、こういう丁寧なアルペジオを弾きながら、自分で適当なほにゃらか、タモリさんなんかすごいと思うんですけど、ほにゃらかほにゃらか語で、まず音程なんてどうでもいいですから、まず何か口で発してみる、喋ってみる、歌ってみる、喋ればラップになりますしね、歌えば歌になりますし、すごくリズム感がいいのにピッチがあんまり正確じゃない方っていう方は、やっぱラップやればいいですしね、得意のことをやればいいと思うんですよ。そんな感じでね、音楽っていうのは思ってるほど難しくはないです。練習すればね必ず上手くなりますし、やっていれば楽しくなりますし、
ギター一本あればね、いろんなことが楽しめます、吹いたり磨いたりね、そんな感じでね、まあ、こんなコロナウイルスの中ね、なかなか外出もできないですから、お家の中でね、ご近所の迷惑にならない程度に、ギターを楽しんでね、そして音楽を楽しんで、いただければなと思います。それではね、今日話したことは、ちょっとはためになると思います。はい、そんな感じで、ギターを弾きながらぜひ歌ってみてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。See you soon です。